まあ、出身はね大阪なの。最初中学生の時に、合気道部ができて、それが昭和53年だから、まあ、その時に学校の先生が合気道の先生もやってて、そこの道場にも通いながら、それから高専って言いましてね、あの5年生の学校に入りまして、それでまあ機械工学を習ってたんですけども、その時にまた合気道部がなかったので自分で作って、で5年間だ、学生の間7年間大阪で合気道やってました。でそれを卒業してから、昭和60年に本部道場の内弟子に入りまして、その時は年はまあ20歳、20歳の時に。合気道を始めてからはもう合気道一本です、私は、うん、その前はね、その小学生の時は剣道をやってましたけど、4年間ぐらい。でも合気道始めたからずっと合気道だけです、ね。ありました。高校ね、高校3年生の時にアルバイトでお金を貯めて、春休みに1週間あの本部道場に通って稽古したことがあります。うん、その時に毎日稽古。毎日水曜日1週間。うん、私は3年間本部住み込みしました。まず内弟子の生活は5時過ぎに起きて、同志とか朝の来られる先生のお茶を飲むようにお湯を沸かして掃除やって、で受付の机とかも全部拭いていうので、6時までにそれを全部終わらせるんですね。で6時半から朝稽古が始まって、で本部の生活、内弟子の生活はまず一番は稽古なんですね。朝から夜まである。それからその稽古時間以外にいろいろな雑用っていうかね、事務の仕事とか、郵便物出したりとか、なんか運転したりとか、そういうのもいろいろあるんです。やはり大事なのはそのお供、先生のお供、カバン持って受け身取って、いうのが、これが一番勉強になるんですね。そう、たまにね、そう、例えばこの先生がどっかセミナー行く、日帰りもあれば泊まりもある、その時にカバン持ってお世話して受け身も取ってっていうの、うん、それはまあ国内、日本国内、たまに海外の場合もあるし、海外でて1週間ぐらい一緒にね生活したりとか、うん、まずね、吉祥丸先生はね、海外の場合ね、吉祥丸先生とはね、イタリアに2回、あとそれから南米、ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイとか、その海外のお供、それからドイツもありましたね。あの田村先生みたいに楽しめなかったよ、もう仕事っていうか、もうピリピリしてるから、うん、もう海外決まった後はっていう感じで、ね、うん。あとは同州以外の先生はいろいろ、今の同州若先生とか、海外はあと誰があったかな、関先生とか、うん、それからグループでツアーがね、日本武道館のツアーでオーストラリア行くとか、そういう団体のやつもあったよね、うん。結局稽古っていうのはこの師範に習ってるわけでね、その師範のやり方をみんな生徒は勉強するわけで、それはだからどこ行っても少しずつは違いますよね、うん、でも、まあ、合気道は合気道で、共通、ね、教えることは共通だけども、教え方が違うから、人によってはで受け取る方も違うから、それはそれでいいと思いますね。みんな同じだったらおかしいよね。師範というか、その時は吉祥丸先生が同士でね、2代同士で、あと本部道場では、まあ、今の同士は若先生と言われて、で古い先生は順番に言うと奥村先生、山口先生、有川先生、多田先生、
あと市橋先生、増田先生っていう、まあ、古い先生ね、渡辺先生、佐々木先生とか、そんな時代ですね、古い先生がね。私の一緒に寝泊まりした先輩が今本部道場の小林先生、菅原先生で、僕の後に、栗林先生、金田先生が一緒に住み込みしました、うん。メインっていうのは作らないけど、まずうち弟子は必ずというかね、まず本部道場の朝稽古出るんですね。朝は道士の稽古、まあ、今のあと 道場長の稽古ね。だから本部道場っていうのは昔は上芝道場っていう名前だった。だから本部で、誰に作ってこういうことなし、まず道主に中心に、気持ちを置いて、それからいろんな先生の稽古も出て吸収するっていう、ね、技を吸収するっていういうふうにしました。だから特別この先生だけっていうことはしなかったです。そうね、僕らの時はまだそんなに忙しくなかったもうちょっと時間に余裕があったらね、うん、だんだん今の人は忙しいと思う。教える方が多くなって自分の稽古をやる時間が少なくなってんじゃないかなという気はする、うん。みんなやっぱり本部内弟子入ったらそれでずっとプロになって、うん、やるっていうのはもうほとんどですよね、うん。まあ、内弟子、うん、大切ってやっぱり受け身をね、受けをきちっと取れることをいつも僕は考えてました。吉祥丸同士の受け身はね、やっぱり宮本、今だと宮本先生、横田先生、大沢先生が うまかった。いつもその3人が呼ばれるね。この3人の中にどうやって自分が入っていくかっていうことをよく考えてて、で使ってもらえるようになって、なったなったらまた余計難しくなってくる、ね。まず受け身して、うち弟子の時はそればっかり考えてたよね。で技うまくなるとかいうのはもうちょっと後からだった僕はね、考えるのは。最初は受けのことしか考えなかった、うん。僕は10年間本部にいたんですね。まあ、3年うち弟子して、僕は7年外のアパートから通って、トータルまあ10年東京の本部にいてね。でそのまあ10年目に、まあ、人生の節目っていうか、いうことがあって、こっちで三田の方でやろうかなと思いましてね。別に本部道場クビになったわけじゃない、うん。
まあ、私のはもう我流それとやっぱりいろんな、先生方やってるでしょ。例えば斉藤先生もやってるし、千葉先生もやってるし、それとあと他武道、他の武道のね、まあ、剣術とか居合とかもあるでしょ。まあ、海藻の昔のビデオとか見たら、まあ、体術やって必ず武器を使うでしょ。剣とか杖とか使って、それで合気道説明している、理合をね。だから大事なことだと思います。だ剣、武器と体術はバラバラじゃなくて根底は同じものである、あるいは体術をもっと深く分かるためには武器をやった方がいいとかいうふうに思うんで、武器技はうちはやりますね。それはもう自分の先生が例えば何流やってたらそれを習って、行くしかないんじゃないかなと思うね。でその先生が何をこういうことで求めてるの か例えばこの先生が、進化系流とか何か やってると、そしたらそれはまず一応覚えてね、それから今度はまた自分でアレンジしていったらいいかもしれませんけどね。あの大阪新聞の頃のビデオはこれぐらいしか残ってないから、うん、武器やってるところね、うん、カイツが昔やって若い時にいっぱい剣習ってるから、うん、それがだん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 変わっていくのね、晩年に70歳80歳に変わって、その頃の方は本当フィルムが残ってるね、たくさん。だから大阪新聞のあの頃はフィルムがほとんど残ってないから多分そう思っちゃうね。昔からやってるカイツは、うん、でも変化していくよ、うん、体術もね、昔は力強いバーンバーンだけど、それが70代80代だったらもう少し柔らかくなるのと同じでね、うんうん、結局ね、海藻の僕らがよく聞くのは、まあ、やっぱり一刀流のね、うん、で古いビデオでもあるけども、結局最後の切り落としで終わると、うん、で相手はなぜ切られたか分かんないんだよっていうふうに言ってたらしいよね。だからその斉藤先生の組み立ちにしろ全部最後の決めはあれ一刀流の切り落としの形、うん、あれは僕らもやりますよね。だからただあの形だけ覚えてもダメだから、やっぱり切り落としを何回も何回も稽古をしないとあの最後の意味は分からない。まあ、相生っていうのは兵庫県のね、もっとあの姫路の奥の方にねある神社があって、そこに相生の松っていう、こう白松と赤松がね根元が一緒でこう一緒に育ってる、これ相生の松っていう、同じ感じで、これはまあ昔はまあ夫婦が仲良く一生こう仲良くやっていくっていう意味なんだけども、まあ、うちの場合はその相生をこう弟子と師範に例えてね、弟子と師範が一緒に研鑽して育っていこうっていう意味で相生会っていう名前をつけて、まあ、たまたまこの住所も相生町だし、うん、ちょうどいいかなと思うんで、うん、漢字も違う、漢字同じ漢字、あ、同じ、うん、同じ漢字、うん、共に生きるっていう意味、ね、うん、そう、私はもう私一人だからいろんな真似はできないけどもね、だからあの日頃違うスタイルとか先生に習ってるところに、まあ、ビジティングビジターとして教えに行った時はもう結局 100% 自分のキャラクターを出すしかしょうがない、でこういうやり方をちょっとやってくださいっていう感じでね、私は今こんな風なやり方で稽古してますからどうぞやってくださいっていう風に、うん、別に押し付けないよ、これじゃないとダメとかいうことは言わない、こういうやり方ありますよっていう感じで教えます。
同じ基本技でもね、例えば片手取りの入り身転換一つにしても、もう先生によってみんなやり方違う、ね、私はこういうふうにやる。だからこのなんか難しい技とか変わった技をやって喜ばせるのは僕はあんまり好きじゃない、ね、だ基本を追求すると。だ証明寺一挙な一挙でこういうふうにやりましょうとかいうふうでね、でみんなそれぞれ師範によってこう考え方は違うし、教え方は僕は僕の一つの考え方で、一挙なら一挙こういうふうに考えてると、意味ないなら意味ない、こういうふうな崩し方でやってるっていう。これは別に初心者であろうが有段者であろうが同じテーマでみんな稽古できるから、うん、あんまり派手なこととかあんまりやらない、うん。本当を言うとね、まあ、ビジティングではなかなかできないけど、本当は受けから教えないとねダメなんだよ、うん、講習会っていうのはね、うん、ただ転がるんじゃないし、どこまで粘って相手がバーンときちっと投げた時に受け身取れるかまで本当はね教えないと。でも自分の生徒だったらそこまでできるけども、たまたまここ行ってもう次来るか来ないか分かんないようなとこはそちょっと難しいよね、うん、あんまりだから面白くない、ね、ビジティングはね。だ僕はもう大体もう同じとこしか行かないようにしてる、うん、特には作らないけども、そのこういうふうに取りなさいっては言うよね。早く手を離しすぎるとか、うん、だから受けの取り方ね、受け身っていうのは体の安全のためにバーンと叩くだけ、受ける相手の技を受けるっていうね、その受けの仕方は教える、うん、もっと粘るとかね、早すぎる、遅いのはまあまあダメだけど、早すぎるのが一番ね、投げてないのにもう受け身取ってて、教える時僕も受け身取るからね、生徒のね、こういうふうに取りなさいって、やっぱり見せると、見せたり相手が投げると感じて分かるよね。だから剣の場合は受け立ち打ち立ちだでしょ、師範の方が受けするわけよね。だから合気道もそれはできると思う、ある程度ね。まあ年取ってきて僕も体あちこち痛くてあんまり取れないけども、まあこういうふうに取った方がいいっていうのはやる。だから人数奇数になった時はそこ入って受け身取ったりとかするしね、うん、愛用会のグループとか毎年必ず行って、そこで審査もやるから、できるだけここの道場と同じレベルのように教えるわけですよ。まあ僕は年に1回しか行かないからなかなか伝わらないところもあるけども、それを、できるだけ分かってもらうようにねして、長いところだったらもう10年以上行ってるところある。で、まあ、ロシアなんかまだ2年ぐらいしか行ってないね、あいおい会の中で。そこはなかなかまだまだね、理解してもらえないけど、向こうはやっぱり年に1回しか来てもらえないから、 とにかく吸収しようとね。僕は短い間1週間しかいないけど、その間にたくさん覚えようという気持ちがあるから、それは嬉しくて、そういうためにはまた何回でも行ってあげようと思いますね。だからまあ自分のその愛用会のレベルを上げたいというのと、あと現地の指導者をやっぱり育てる、ね、実際教える人、それからそのサブになっていずれインストラクターになる人たちを育てたいけども、そこもまだまだ行ってない、ね、あとはもう単発で行くところはもうできるだけうんと自分の個性を出して、ね、こういうやり方を私やってます、うん、あなたたちどう思いますかっていうぐらいでぶつかっていこうかなとは思ってますけどね。本部道場もう千葉先生はその時はもうアメリカの、ね、サンディエゴおられて、でたまに日本にね帰ってこられる時に稽古をつけてもらったことはあります。だたくさんはないですね、その、ヴィラン会だけじゃないけどもね、うん、例えばヨーロッパで、まあ、ポーランド、それはヴィラン会関係だけど、あとブルガリアとかどこだったっけな、何か所か行きますけど、全部ヴィラン会じゃないけどもね、それはだから一番最初に会ったのはもう10年ぐらい前かな、アメリカのサンディエゴのセミナーがあって、その時同志も行かれたんですけども、まあ、千葉先生が引退するという話があって、
で、まあ、直接習うことなかったしね、一回行ってみたいと思って、そしたらセミナーいろんな人がこう受け持つ、宮本先生もいたけどもね、その時堀一駒持てと、セミナーの講座一駒持てと言われて、で、まあ、稽古させてもらったんですけども、なんかね、私がここの道場をやって今もうすぐ来年で20年なんですけども、まあ、稽古をやってるうちにいろいろ迷うこととかね、考えることがあって、でその時に、たまたま千葉先生のビデオをね、名古屋に行った時に見て、あ、こういう形もちょっと勉強したいなと思って、それから自分で工夫して、やったのが始まりで、だから直接あんまり千葉先生は僕あんまり会ったこともなかったんですよ、それまではね。でそういうふうなやり方をしてから、千葉先生にちょっとヨーロッパのヴィラン会のセミナーもやってくれんかとかいう話になっていうことです、ね。そう、偶然ね、偶然で大阪で道場やろうと思ったら土地が高い、ね、サンダの方がちょっと安かって駅からも近いから、たまたまここになった、火曜、木曜、土曜、日曜、だいたい1日4時間ぐらいね、朝1時間半で、夕方また1時間やって、休憩なしで1時間半とか、だいたい4時間ぐらいは平均して1日、それとあと他の空いてる日はブランチ道場とか大学とか教えに行ったりとかね、火曜日 の子供キッズクラスね、は彼女がやってる、先生を外国に行った時に、そうそうそう、彼女は、まあ、高校を手伝ったり、彼女も教えに行ってるよね、他のブランチ道場ね、今日も行ってる、土曜日曜教えに行ってる、で僕がいない時は彼女とか、あと有段者がここ、指導員が教えてる、始めたいだろうけどね、なかなか日本は難しいよね、場所と、まずサラリーマンがね、みんな忙しいでしょ、うちも2年おきに指導員審査やるんだよね、でみんなそのうちの愛用会の指導員とか副指導員 のサーティフィケートもらってるけども、実際自分がどっかの場所でやろうと思って、まずサラリーマン難しい仕事が忙しいでしょ、リタイアメントした人が今一箇所ちょっとやってるけどもね、なかなか難しいね、だから合気道一番、まあ武道でみんなで言うね、初心はするべからずって、一番最初 この道場入った時の気持ちを忘れない、合気道一番最初に出会った気持ちを忘れないとか、例えば初めて先生の受け取った時の気持ちを忘れない、まあ、そういうね、一番最初の初心を忘れないということと、それから、まあ、稽古を真面目にやることね、よくセミナーで例えば
自分の弟子の道場のセミナーは構わないけど、いろんなグループが来てやる時のセミナーの時はよくちょっと考えることがあるっていうのは、こうなんていうかね、こうあまり真面目な稽古しない人もたまにいる。相手を試してみたりとか、変な受け身してみたりとかいう稽古は僕は一番嫌いでね。ですから真面目に技をかけるときは真剣にかけて、受け身を取るときは真剣に取って、妥協しないお互いで、素直で、で厳しい稽古っていうのをいつも求めて、でそういうのは、まあ、口で言うことよりも体で表現してるね。だからみんな見てそういうふうに感じてもらってるんで、うちの道場はまあやりやすいね。で自分のいつも行く道場もそういうふうにしてるし、マナーね、合気道やるマナー、うん、いうところからやっぱり合気道をスタートしないといけないと思いますね。で難しい技とかいうことはあんまり僕は教えなくて、いつも基本技中心にやってますけれども、うん、だ武道のまず 武の字行くまでにね、例えば道場入るとききちっと礼をするとか、靴を揃えて道場入ってくるとかいうところから始まって、それから今度お互いの師範と弟子とのこの信頼関係ね、大事になってきて、で一方通行でもダメですいうことで、お互いを知るようになったら、もっと深く追求お互いがねできると思いますけどね。